はい。はい。何？え？ 何も言ってないよ。ファフみたいな言わなかった、今。ふわふわ言ってる。なんかやってんの、今。何もやってないよ。口になんか含んでんの。全然含んでない。含ん、全然含んでないよ。なんか含んでるみたいな。そうだよね。何含んでんの？何も含んでないよ。含んでないのに含んでるっぽい。含んでるっぽい。ほら、俺声優目指してるから、そういう技術が。何を含んでる演技が必要になってくるの？そう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 。デブ声。そうそう。入れ歯が取れたジジイの声が出せるようにして。チェット・ベイカーの音源に入れ歯の音が入ってる説があるけど、チェット・ベイカーは知らないけど。なんかトランペットの人の入れ歯切なくていいじゃん。 入れ歯が鳴ってる音がするっていう噂を聞いたことあるけど、いいんじゃない、こ今日はなんと、れ。IT 分。今日はなんと、なんとあの、咲い咲いいた、た、咲い桜た、が、咲いたの人が来てる、桜が、いたチが、ューリップの、いた、いたが、いた、板垣くんが、ケンジ、板垣ケンジ、ちょっと寄ってきてくれましたけど、寄ってきてくれた。完全に呼んだよね。3分前ぐらいに呼びましたけど、もう家の主になってるから、板垣君がいつ呼んでも家にはいるっていうね。さすが沼の主。板垣君の声いる？あ、いる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 でしょ。いる。そういえば、バンドは CD を出して、どげんな活動をしとるか、しとると、野口くん、また声大きくなってるよ。そうだよ。ほんとほんと。近づいたかテンションが上がったか知らないけど。いや、俺のバロメーターは常に一定を指してるよ。じゃあ下げた方がいいね。これ不可思議現象ファイル1だよね。ちょっと下げよう。はい、ちょっとあんまり変わんない。もっと下げていいな。はい、はい。もっと下げていいですね。ほんと。ほんと。さようか。これぐらいだね。じゃあね。これぐらいで。もっと下げていい。いや、もうちょっと下げていいね。私が神か。そのぐらいでいいです。はあ。CD が何？CD を出したと？出た。出たと？ CD は出てないと？ CD はレコードを買った人にはついてる CD と？ついてくるね。ああ。iTunes とかでも、そのもうちょいしたら買えるようになるよ。じゃあレコード買おうか、俺。野口君買って。いいよ、買うよ。次回はあれになるから、曲解説の回になるから。いいんじゃない？いいんでない？板垣君の曲解説がやってくれるから楽しみなんでね。
一曲ずつどういうあれかっていうのをね。だいぶ、いや、出てるよ。出てないか。出たととか出たないととか言ってもまあ、何が出たかも何かもわからないよ。何を言ってるかわからない。うん。何の話かわかんないじゃん。出た。何。それは次回わかるかな。次回わかる。うん。今回は多分何が出たんだけど、まあ別にいいんじゃないかな。あ、そう。大変なものにはなってるよ、だいぶ。あ、そう。うん、驚きの内容にはなってるよ。本当ですか？本当ですね。あの、聞く価値がすごくあるんじゃないかな。さすが。ちゃんと野口くんに、あの、質問とかしてもらうから。ああ、わかった。野口くんなりの、あの進行を進めてもらうから、次回は。ああ、分かった。俺がお客さんっていう体で乗り込んでくるから、うん、なるほどね。うん、ちょまこれこれ何？どうしたの？なんでもない。あの、野口くん知らないだろうけどね、はい、2日前ぐらいにライブをしてきたんだよ。あ、してきたんですか？知らなかったでしょ、そういうことすら。そういうことすら。板垣くんは知ってるよね、さすがに。出たからね。出たよね、板垣くん。あんま何もやらなかったけどね。やったよ。出たんです。板垣くん。出た上にやらかしたんですか？やらかしてたよ、板垣くんは。いや、ずっとやらかしてたよ。じゃあよかった。さすがっす。すごいっす。来ればよかったの、野口くんもさ。一足飛びで俺のアンテナはそんな張り巡らされてないからね。何、どの辺にアンテナ向いてんの？アンテナ向いてない。アンテナ折れたままだよ。アンテナ折れてよく言うけど、携帯のアンテナ伸ばす人何なのっていうのあったでしょ。なかった。いまいちなかったけど、あったよね。あったんでしょ、俺知らないけど。アンテナ今ないでしょ。アンテナないね。不可視になってるでしょ、アンテナ。あるけど不可侵条約になってる。内蔵されちゃってるでしょ、アンテナ。そうそうね。いやだから演奏してきたんだよ。おう。まあそれはもう板垣くんがね、やってましたよ。驚きのプレイを。驚きのプレイを。たまらんち会長が降臨しちゃうよ。たまらんち会長って誰？知らないけど。会長が降臨しちゃうよ。
か上手くなってきた、ドラム。ドラム、そんなことないよ。前から上手かったのかな。そうか、ドラムを初めて触った日からずっと上手かった。そんなことないけど。おアンテナの話で、はい、一個思い出した話していいかな。いいです。板垣君もいいですか。いいよ。一個思い出したんですけど、はい、筑波山ってあるでしょ。はい、関東某所の、関東随一の霊場。そうそう、男体山と女体山のあるあのさ、はいはい、筑波山つつじが丘駐車場あるじゃないですか。はい、まあ、はい、まあよく行くんだけどバイクで、一人で、はい、1時間半ぐらいで行けるから。まあじゃあそういう駐車場があるとしましょう。あるんだよ本当に。女体山の方に登るほか。俺も登るとしたら女体山だな。板垣君どっちですか。女体山じゃない。男体山はやっぱちょっと嫌なの。男体山には絶対登りたくないね。女体山の方がいいんだ。女体山でしょ。何あの全国にある男体山と女体山って。何あれは、何もう全国にあるでしょ。野口くんどうですか。いや知りませんけど。あるって。すぐあのなんつうのアミニズム的に男体山と女体山を分けたがるでしょ。非法官的なやつ。メイはオイはとか分けるでしょ。すぐ岩も岩とか、うん、分けない。分けます、分けます。分けるよね。2つなんかがあったらすぐ分けてくるでしょ。分ける。そうなんだよ大学くん。そっか。じゃあ女体山に登ったとするじゃん俺が。はい。登ったっつうかバイクで行ったんだけど、はいはい、その道中っつったらもう筑波山はあのよくスポーツカーが止まってるよね。おおほうほう、なるほどね。スポーツカー、ランサーエボリューションとかさ、はい、インプレッサとかさ、ラネーボとか、インプさんとか。インプさんとかってどういうイメージある。さあちょっと最近イメージないね。どういう人が乗ってるイメージがあるの。ああいう人ってちょっとよくわかりませんけどね。車の色は何色ですか。じゃあ黄色。黄色ですよね。ショッキングな黄色とか。黄色ですよね。黄色の車乗ってる人ってどうなんですか。だいたい着てる系になってくるでしょ。そうしたらどうやってもなってくる。小デブのおっさんとかさ。そうなんですよね。ガリガリのメガネの人とかになってくるでしょ。ガリガリでつなぎ着ちゃうとかね。そうそう、そういう人らばっかり集まってる駐車場があったね。ああ、あるね。なっちゃうね。スポーツカーばっかり止まってて、その中に乗ってる人たちすごいこう独特のオタク感を醸し出してるっていう。すぐフロントグリル開けたがる。そうそう、そういう駐車場がありつつ、それを通り過ぎて、まあね、峠を走ってたら、うん、二輪通行止めになってたね。二輪通、あ、
二輪通なんだ、ついに。二輪通行止めって至るところにあるね、峠にね。あ、そう、うん、あれ困るよね。あれ困るね。あれはやっぱり日頃暴走行為を峠とかで事故っちゃう二輪が多いからなっちゃうらしいよ。うん、そういうことですね。うん、我々おとなしいライダーとしては困ったもんですよね。それもいい迷惑ですね。うん、ルールを守って正しく上映してればよかったのに。そう、そんなこんなで遠回りしてつつじが丘駐車場までたどり着いたんだけどさ、そしたらね、ここでアンテナなんだけど、5メートルぐらいあったかな、はいはい、5メートルぐらいの普通の車なんだけど、ワイヤーとかでこう三角に張って5メートルぐらいのアンテナをガードレールとかに結びつけて立ててる車いたよ。パラボラティック？あれ何してんの？え、あのいわゆる丸いお椀型の？いや、そうついてなかったな。なんかもうほんとアンテナ縦に伸びてるだけの。ああ、マジで？すごいでかいアンテナをこうガードレールとかうまく利用して立てて車の中に入ってなんかしてる人いたよ。はい、わかります。わかる、わかるよ。あんな初めて見たけど、何してんのあれは。あれ完全に UFO と交信しようとしてるよ、ね、え、ほんとほんと。そうなの、UFO をいかにキャッチするか。言ったら山の頂上ですよ、そこは。うん、山の頂上まで来て、さらにこうアンテナを、巨大アンテナを設置して、うん、自家用車の中にいる人って、UFO を。トゥクブスンでしょ？トゥクブスンはもうメッカだから。あんま知らないでしょ、野口くん、そういう。場所とか知らない。出任せたけど、うん、多分 99% 当たってるね。何、 UFO と交信しに来てる人だったのじゃ、俺が見たあの車。間違いない。ああ、どうですか板垣君、そこは。うん、そうかもね。うん、これは間違いないね。ちょっとロマンがあっていいじゃん。そっか、俺としてはアマチュア無線かなと思ったんだけどね。アマムアマムでしょ。アマムアマムアマムだったのかもね。アマム、まあ大方アマムと思うんだよね、普通の人はね。アマム偽装の UFO キャッチだったのかな、じゃあ。じゃあ、ああ、正直、うん、正直何、正直熱いよ UFO は今。いや、そうなんだっけ。今っていうか結構もう UFO 関連はもうここ数年はもうだいぶあったでしょ。ああ、そっか。またあの、そうだね、ここ数年やっぱりあるはずですよね。ここ数年はなんか至る所でそういう動画が上がってるよね。ああ、かもしれないですね。ああ、ロマンだな。俺もちょっと UFO キャッチャーになろうかな。 UFO キャッチャーな、いいんじゃない。なんか日本全国のそういうね多発地帯のさ、
山とか出かけて行ってアンテナ立てたらいいじゃん。なんぞなんぞ変化が起こるかもしれない。ああそうだ、それロマンがあっていいわ。本当にさ、うん、来たらどうすんの。でもん、ちょっとダイブするね。そこに来たら目の前に発着してきたらどうすんの、うん、発着してきたらちょっと身を捧げるね俺は。瞳悟空になる。なるね。キャトミューられる。キャトミュー、キャトミュー野口の名前、ね、デビューする、再デビューする。あ、そうなんだ。最初はなんでデビューしてたの。最初も知らないけど、あのデビューしてない。あ、ちょっと待って。はい、なんでもない。野口さんのマザーが来た。来た。これ、ああ。来た、これ的なものです。よいしょ。何だったの。いや、何でもない。何でもないことはないでしょ。何でもないので、帰ってもらいます。黙って、ジェスチャーに。あ、ダメっていう。そうそう。意思表示をした。意思表示。冥界からの意思表示。その時、霊が、意思表示するっていうやつ。それは急に来てもらうと冷や汗が出る感じになるから。霊がその時意思表示をするっていうのは、あの有名な恐怖の現場シリーズのね。そうですね、謎の快音が入った時に。そうそうそう、ワンジー入るナレーションなんですけど。そうですね。じゃあ板垣くん、そろそろ出たんじゃないの。な、なに。あ、板垣くんの最近、最近に関わらず、なんか逸話が。病気でもないけど、板垣くん、もうちょい上げますか、音量。はい、もしもし、はい、もうちょい上げますか、はい、こんなですか。あ、いいですね。顔近づけただけなんで。それで、うん、ライブの日、うん、ラッキョウすごい空気見て、ずっと屁が止まらなかった。え、ラッキョウ食いすぎた。最近ずっとラッキョウばっかりずっと食ってて。すげえ。カレー屋とかで、うん、みんなで、あの、ちょっと、なんていうのかな、あの、難しい、難しくない、ね、あの、うん、なんかゾンビの話とかして。ゾンビの話をね、してた時も。西原くんとかが、すごい、なんかこう、政治の、政治じゃないか、あれ、何の話だろう、あれ。何、ミステリーな。そう、ミステリーの話してるとき、ずっと、手が止まんない。それが結構、なんか、なんて言うんだろう。その二重の、うん、なんか、二つの出来事の間で、うん、なんかすごい、揺れてたっていうか。あ、一番、それすごい劇的だね。なんか、なんかその、なんだろう。
なんだろうね、その、全然違う世界観の二つの。ああってなりながら、そんな、なんか、その、うん、インド人かな、あれ、ネパールの人かな、わかんないけど。店員さんが、うん、シャスって言って、なんか水、水をたびたびこう、なんか、うん、入れに来て、その時の絵が出てて。それは、まあ、俺一人の、うん、なんか、思いはあったんだけど、その時。思いはあるよね。うん。それ、いい話だ。思いが詰まってるよね。なんか、うん、そうだね。俺は、そんなに、うん、人の手の匂いが、うん。まあ、そんなに嫌ではないって。ああ。今日考えた。結構深く考えてたね、じゃあ。そうそう、いや、絵がいっぱい出るから、うん、そんなに、嫌じゃないけどなって思って。でもやっぱり、ああ小学生とかさ、うん、絵の匂い、あ、くせえとかなるじゃん。うん、なるけど、そんな嫌かなって思って。大君、絵の匂いって何の匂いなのかなとか思ってた。絵の匂いが嫌なんじゃないんだよね。へ、まあ、への匂いは嫌なんだけど。なんなの？俺は絶対におっさんのへの匂いは嗅ぎたくない。ああ、ほんと、俺は結構いいんだよね、別に。俺はおっさんが嫌いだから。ああ、おっさんの内臓から出た香りみたいのが、引くみたいなことなの。そうそうそう。もうおっさんを経由してきたものは全部嫌だね。それは、そう言われると、まあ納得いくよね。野口くんは、おっさんではないの。おっさんになってきたね、もうね。自分は、大丈夫なの。自分余裕。余裕。自分結構いい匂いするよ。いい匂いしてる？もう俺のおならとか、そろそろアロマにすればいいのにと。なんかああいう漬物かなんかありそうだよね。ね。うん。うん、よく言うけどさ、うん、あの香水っての、原液臭いっていうよね、よくね。香水も結構その糞とかいろいろ入ってんじゃないの。入ってる。刺激臭を薄めていくと、いい感じになる説あるでしょ。そう、強すぎんかな。板垣くん自体がじゃあ結構あれなんじゃないの、現役に近い生き物なんじゃないの。そうかも。原点に近いんじゃないの、なんか。食い物とか好きだ。臭い食い物基本好きなんじゃないの。好きだね。そうだよ、多分。よくさ、俗に焼酎は臭い方がいいとか言うじゃん。芋焼酎とかでしょ。で、いや君は麦か、まだまだだなとか言うじゃん。言う。まあ関係ないけどね。ああ、俺今思い出したけど、うん、俺なんかうちで、うん、果実酒をいろいろ作ってて、う
果肉。あ、果実酒。あ、酒作ってんの。そうなんだよね。密造酒じゃないですか。そうなんです。果実酒はいいらしいっていうのをなんか聞きましたよ。そうなんだ。あの、梅酒とかはいいってこと。そうそう。それで、なんか、ちょっと、すごい、究極の美酒みたいの作りたいなってなってる、ね。今。あ、作ったら飲まして。うん。板垣くん自体は酒飲めないじゃん。すごい問題なんですよね。このね、板垣健二というドラムマニアは、お酒が5滴ぐらいしか飲めないんだよね、本当に。すっごい久しぶりにこの間入ったよ、ワイン飲んで。ワインを何ミリリットルか飲んだらもう入ったっていう話だよ。ひくんがあくまで。うん、そうらしいよ。で、そうね、そんなよく飲んだね。うん、いや、なんか、もう大人だからいけるかなって思って。ダメだな。おっさんになったらなんか、ちょっとそういうの鈍ってるかなって思って。うん。なんだろうな。なるほどね。まあ、そんなこと。でもあれだよね、薄めたらなんかいい感じになるっていうのいろいろあるよね、いろんな、ね、いろんなジャンルであるよね。お、内容が濃ゆすぎたら気持ち悪いっていうさ。あ、濃さの問題ね。うん、薄くなってる方がみんな喜ぶっていうことってありますよね。その通りだね。ないかね、野口さん。あるある。薄すぎたら怒るよ。でもみんな薄すぎたらすぐ怒るね。薄すぎたらもう薄っぺらいって言ってすぐ怒るよ。薄い、この野郎。あいつらすぐ怒る。あいつらって。わかんないけど。じゃあ、休憩。もう、はい。じゃあ曲。曲かな。いいよ。どれがいい？ザ・スミス・スティール・イルにしようか。いいよ。もう5分ぐらい静まっといて、ちょっと。量の回だよ。Does the
息してる。なるほど。息してた。してなかった。うん。さあ、一日何食食べてる？絶対三食。板垣くん何食食べてる？俺最近ね、うん、食ってるよ。三。ああ、いやもうわかんないな。三かもしれない。普通。普通なんだよ。いやーもうっていう数字じゃない。え、らっきょう、どうしたの、らっきょうは。らっきょうは俺は大好物で。初耳だね。あ、ほんと？好物のうちの一つなんですよ。なんだろうね、板垣くんの好んで食うものって。酒飲みのつまみみたいなばっかりだな。あ、つまみばっか食ってるよね。サラミとか。焼き豚作ったりとかさ。スルメとかも好きだよね。好きだね。あ、俺ライブの時もスルメ食ってたんだけど。なんだと。じゃあ一体ライブはもうノイズだったんだけどさ、その時スルメとラッキョウにより生み出されたパワーにより演奏してたわけだね。スルメとラッキョウを食ってノイズを演奏してんだから、もう半端ねえな。ちゃんとしてるよ。半端ねえ。考え方がちゃんとしてるよ。そいつは半端ねえな。じゃああれかな、野口くん、なんか秘蔵の話があるって聞いた。なかった。なかった。なかった。考えては見た。考えては見た。あ、でもね、最近すっごくハマってる曲ある。何？オリーブの首飾り。どういう曲なのそれ？タタタタルタンってやつ。わかった。タルタタタンタタン。これがね、気持ちいいんだ、歌ってると。もうちょい、結構フルで歌ってみてよ。ルッテッテタルルン、チャラララランララン、ダラララララタタンタタンタタンタチャラタダラララララン。やめようか。バイト中ずっと歌ってる。大丈夫なの歌ってて。いや、人に聞こえないぐらいの声で歌ってる。ビヨンで歌ってんの、それをずっと。ビヨンセですよ、俺は。うん。いい曲だね、しかしね。オリーブの首飾りっていうからには、あの、実で首飾りを作ってんのかね。実で作るんですか？葉っぱじゃない。葉っぱで、オリーブの葉っぱで作ってんの。実で作ってる方を想像しちゃったよ、ちょっと。すごい汁とか出てる。油が取れちゃう。ぐずぐずの汁の出た、あの、
そんな首飾りを想像してたね、俺は今。ああ、そっちかもしれないよね。いやなるほど。そうですか。次出たアルバムのタイトル名聞いてみたい。ああ、聞いてみようか。とりあえずバンド名がマミトリウルシーエンプレスヨナグニサンに変わったんだけど、サンね。でサン、まあいいや。タイトルがヒフミフェアリーテールチミドロフェノミノンサタンインフェルノドレスキャトミュラレルユグドラシルハワササルっていうタイトルのアルバムになります。はあ、なりましたね、聞いてみてくださいっていう。ディスクユニオンでもそろそろ出るのかな。ああ、レコード発売記念の集まりもやるから、野口くんぜひ来てください。何、昨日は、昨日じゃない、一昨日、うん、はレコ発じゃなかったの。じゃない、レコ発はもうちょっと後でやるから、あの野口くんも来てもらうよ、出演者で。早めに言っとかないと俺いけないよ。いや、出演者で来てもらうよ。マジか。そのオリーブの首飾りをもう一回歌ってもらうから、あれ、はい、野口くんのタスクとしてはね、オリーブの首飾りと、あのスタースパングルドバナーをさ、ちょっと意味がわかんない。アメリカ国歌を演奏してもらう。ああ、いいね。のと、君が代を演奏してもらおうかな。行こうか、それ。ギター曲にアレンジしてもらって。っていうのはどうですかね。公開処刑でしょ。いや、やってもらうよ。もう半分覚えかけてたでしょ、アメリカ国歌。タタタタタタってでしょ。それはちょっと初耳だったね。いや、今初めて言ったからね。そういう演奏が聴けるイベントを企画する予定なんで。ああ、秋葉原になるかね、多分ね。レアだね。あとレコードジャケット全部手書きだから。マジかいな。そうだよ、お得感はあるよ。何個書いたの。300個書いたの。いや、みんな手分けしたけど。そう、うん、あとはまあダウンロードとかでも売ってると。そういう感じだね。暑いね。あの、なんかないの。本当にないの。え、なんか適当な話してて思いつくかもしれない。じゃあ切ない話を立候補しようか。あ、いいね。大学生の頃だよね。お、大学生の頃、俺がまだ原付に乗ってた頃だよね。お、乗ってたね。野口さんも原付に乗ってたんですよね、その時。なりました、ね。その原付の名前は CB50 ですよね。そうですね。板垣君わかんないでしょ、 CB50。 株じゃないんだよね。わかんない。まあちっちゃいバイクなんだけど、もう旧車も旧車だよ。70年代ぐらいのバイク、それ乗っ
ってたのが2000年以降だったと思うから、思うっていうか2000何年かぐらいだったから、その時点でもうすごい急車なんだけど、30何年前のバイクだったんだよ。まあ知らないから、バイクについての知識がないから、中古車でなんかかっこいい、見た目がかっこいいの選んだったらそれだったんだよね。私もそうでしたね。見た目かっこいいので選んじゃダメだっていうのをね、その当時知らなくて中古も普通に走るでしょと思ったら全然めっちゃ壊れるんだよ、すぐすぐ壊れたね。うん、今だったらもう新車しか買わないんだけど、そのトラウマがあるからね。そう、トラウマ俺はもう普通の中型のバイクが新車で買えるぐらいつぎ込んだから、その CB50 にっていうお話なんですけどCB50 ってもう買ったの12万ぐらいだけど、つぎ込んだの60万ぐらいつぎ込んだんじゃないかなっていうぐらい改造したんだよ、 CB50 を。そんなつぎ込んだ、つぎ込んだ、エンジンからキャブレターからサスペンションマフラー、もういじれるとこは何でもいじってだというぐらいね、つぎ込んだんですよ、板垣さん。あの玄関にずっと置いてあったやつってそれだっけ？そう。あれか。まあその当時からもバイクに対するね、ちょっと熱狂がちょっとおかしなことになってたんだけど、今のバイクはね、すごいコストパフォーマンスいいやつをちゃんと乗ってるから。全然つぎ込んでないんだけどね。そうやってね、もうやたら速いバイクにしたんだよね。やたら速い 50cc、 まあ 125cc になったんだけど、いろいろエンジンいじってったら、もちろんあの中型免許取って改造してるから、申請も通してるから乗っていいやつなんだけどまあそれでエンジンがすごいことになって、もう速くてかっこいいなって感じで気に入ってたんだけど、それでね、俺と野口くんとね、カジキくんっていう男がいてね、3人で休みを使って熱海にバイクで行こうとなったわけですよ。わかりますか、板垣さん。また分かります。伊豆の方へねバイクで行こうと、そのカジキさんは CB400 スーパーフォアというね、もうそりゃ優等生の鏡みたいなすごいいいバイクね、ホンダの教習所で乗ってるやつだよね。そう、もう耐久力といい、バランスといい、全てがもう完成されたバイクで、で野口くんが CB50 だったんだよね。そうなんだよね。ほぼノーマルの CB50。 あれ、あの時もう80にしてなかった？あ、してたんだ。じゃあボアアップした、そうだね、ちょっとパワーが出る CB50で、俺が125でいろいろいじった CB50 に乗ってたってことだよ、その旅は。でね、真夏なんだけどね、出たわけですよ、真夏に。で超暑い中ずっと国道ばっかり走って、あれはどこ、小田原小田原のあたりでね、俺のバイクが壊れたね。よくまああそこで壊れたよね。うん、あれって止まっちゃって途中でね。でガソリンスタンドの人とかに協力してもらっていろいろ頑張ったんだけど、
もうエンジンが全くかかんないっていうことになっちゃって、ああ思い出としてはまずエンジン始動がキックでしたよね。キック、そうそうそう、セルモーターっていう今はボタンで一発でかけるんだけど、古いバイクはね足で蹴ってものすごい体力いるんだよ、そのかかんないっていうキックでかかんない、キック100発ぐらい、真夏だよ真夏の真昼に俺のバイク止まって、みんなもう路肩止めて俺が100回ぐらいバイク蹴ってるっていうさ姿を想像していただきたい。キックはいいね、あれはノスタルジーだね。それでガソリンスタンドのお兄ちゃんとかもキックしてくれたりとか、でまあプラグをプラグだとかいう話になって、スパークプラグっていうね、エンジンに火をつけて爆発させるときに火花が飛ぶパーツがあるんだけど、エンジンの中にそれがガソリンで濡れて火花が飛ばなくなってかかんなくなることあるから、プラグなんじゃないかっていうことになって、プラグを取り出してプラグを拭いて乾かしてやってみたりするけど、もう全くダメなんだね。それでもうすごい残念な感じになって、熱海ほど遠いよ、まだ小田原だから。で小田原で俺が止まっちゃったらもうどうにもなんないでしょ。それでもうとりあえずしばらくね考え込んで、レンタカーを借りようってことになったんだな。あのハイエース借りようってことになって、バイクを積んでいくってこと。そうそう、ハイエースでだったら積めるんじゃないかってことになって、 50cc だからちっちゃいからさ。でその当時まあ検索機能とかもあんまなかったんじゃない、携帯とか、はい、だから足でうろうろしてたら真夏だよ、もうね探し回ったね。そしたらレンタカーあったんだよね。ありましたね、近くに。でレンタカー借りて、うん、みんなでバイク担いで積んだよね俺の死んだバイクを。死んだバイク積みましたね。で野口くん申し訳ないことに、これね野口くん、俺運転免許持ってないから、野口くんしか運転免許持ってないから、野口くんのバイクもハイエースに積んだんだよね。ダブルで積みましたね俺と野口くんのバイクをハイエースに積んで野口くんに運転してもらうっていう、このねすごい間抜けな状態状態になってでそうそう、もう一人いたカジキくんっつうのがみんなでツーリングしてたのに一人バイクになっちゃって車の後ろをバイクでついてくるっていう感じのことになっちゃってそれでもう結構時間ロスしたから熱海無理だなってことになって、じゃあ帰るかってもなったけど、このまま帰るのもなんだなってことになって、山中湖に寄って帰るかっていうことになったんですよね。で山中湖って言ったら富士山のふもとの湖だけど、まあそこに寄ってたら意外と時間がかかっちゃって、まあ夜になったよね結構ね。そうだね、夜になったよ、うん、そう夜になってレンタカーをその日のうちに返せなかったのかな、返せたのかな、どうだったかね、あれ次の日返したのかな、次の日返したと思うんだよな多分。
その日だった。わかんないけど。まあいいや、とりあえずレンタカー返したんだよ。うん。まあでもその日の帰りは雨降ったりもして、そのカジキくんってのがね、また濡れて、一人で、とっても寂しい感じの旅になってさ。で帰ってレンタカー屋に返したら、身に覚えのないフロントガラスのひびを指摘されて、ぶつかってないんだよ絶対本当に。まあ飛び石かな、飛び石があったのかもしん、全然気づかなかったよね本当に、うん、でフロントガラスに5ミリぐらいのなんかフロントガラスが5ミリぐらい欠けてたんだよ、うん、でそれ全然知らなくて、でフロントガラス交換になるから7万円払ってくれって言われるっていうね。ああ、そういう詐欺みたいな。詐欺じゃないと思うけど、まあ身に覚えはなかったけども払ったよね。2万じゃなかった？7万だった？7万とかだったよ確か。2万だったっけ。2万、なんかそのレンタカー保険みたいなのに入ってて、うん、2万だったっけな。2万だね。あ、じゃあまあ2万だ。うろ覚えだから2万かもしれない。で払ってくれって言われて払ったね。そうそうね、切なかったね。切ないよもう。俺の申し訳なさと言ったらなかったよその時の。しすごかったねあの感じは。いやでも運転してもらってんだからね野口くんに。俺の壊れたバイクを積んでっていうさ。でもこういう話をするとまあ笑えるよね。始終笑える。まあ時間経ってみると、いや当時から多分笑える。笑える。そうだ、まあね、メンツによるよね。そのメンツだからまあ笑いで済んでるっていうところはあったけど、ね、ただ俺と岩永さんとカジキ君でバイクで旅に出ると、大体カジキ君に何か不幸が。そうなんですよね。この3人っていうのがね、結構な組み合わせでやらかすんだよな。不幸が出る。行ってたんだ、3人で。よくね、ツーリング行ってたんだよね。そうだね。九州まで行ったりもしたけど。なんとその九州に行ったと3人で行った時は、まあ結構長く10日ぐらいかけて、すごい4000キロとか4、5000キロの行程の旅に行ったんだけどさ、まあその時はその CB400 スーパーフォアのカジキくんがってのがね、まず高速道路でパンクをしましたね。そう。その時はもう我々も中型今の、うん、250乗ってたから、高速乗って、まあ高速で九州まで行ったけど、その時台風だったからね。台風の中高速走る、バイクで走るっていう、ね、鬼のようなことをしたな。あれはすごかったな確かに。めっちゃ寒かったし、で真夜中1時とかそんな時間も高速走ってたな。台風の中すごかったな。まあパンクとかしてたわけだが、そのカジキくんが工程の半分ぐらいを謎の細菌による下痢消火砕流そうそう、通称火砕流によって腹を
その感染症にかかっちゃったね。腹を下して、うん、入院していたという。あ、風邪とかじゃない、風邪じゃなかったっぽい、なんか細菌性の腸炎みたいなのにかかり大変なことになってましたよ。もうあの時もひどかったわ、本当に。どっか知らないあの山奥の、うん、ユースホステルみたいなとこに置いて帰ったからね。いや、宮崎だね。宮崎行ってた時にその ひどかったね。いやでもね、もうやむを得なかったんだよ。その彼、カジ君ってのもね、薄々気づいてたんだよね。いや、なんか本調子じゃないぞ、ないぞっていうのに、薄々気がつき始めたのが、その宮崎あたりで。そのくらいまでは、やっぱあれじゃん、あれだよね、気のせいだっていうさ。思いたいよね。思いたいよ。気のせいじゃなかったんだよね。あ、ほんでまあカジキ君ってのがね、もう男気があるから俺を置いて行ってくれっていうねことをね、懇願してくるからね。いや、あれは、うん、俺を置いて二人は行ってくれっていう。それで謎の民宿に置き去りにしたままそれ死亡フラグやっていう。そうで、一人でなんか民宿の人に連れられて、教えられてかなんか見知らぬ土地の病院に行って検査受けたりとかしたみたいですよ。で、一人で高速で佐賀の俺の家の実家まで高速で一人で戻って行ったみたいですよ。よく戻ったよね。めっちゃしんどかったと思うけど、まあ、その時はもう二人は東京に戻ってるってこと？いや、その間は俺らは他の土地を回ってる。あ、楽しいツーリングしてた。めっちゃいい景色とか行ってる間、その彼はもうダウンしてたっていう。めっちゃいい景色だったよね。いい景色いっぱいあったよ。っていうね、かっこいいじゃん。かっこいいんだよ、逸話だよね。そんなカジキ君も今やシンガポールに住んでるみたいな噂を聞いたけど。あ、そうなの。多分。なんでシンガポールなの？わかんないけど、めっちゃ儲かった。まあ、という噂を聞いてますけどね。うん、いや、なんかないの、野口くんは、そういう。そういう逸話？逸話はないの、この。まあ、今のは俺の逸話でもあるけどね。別の方向性でないの、なんか。そうだね。
きっかけ口っぽくして、もう思い出がないから。やっぱ悲惨なことにならないと思い出にならないね。うん、波風が立ってないの。波風立ってない。大概平穏に過ぎる猿から。じゃあ次の曲聴いてみる。あ、いいよ。何がいいかな。どういうのがいいの。あ、スリップノットかけよう。スリップノット。わかった。サムウェアオーバーザレインボーを。へねえ。え、知ってる？その曲。知ってるよ。じゃあそれでミュートにしといてよ。ああ、マイクをね。ミューティレーションね。はい。
はい。はいはい。息してる。してなかった。板垣君息してる。あ、してなかったね。してなかった。じゃあ野口君なんか話ないの？え？話はないよ。ないの？今の間にもなかったの。今の間にギターの練習してた。聞かしてよギター。超かっこいい。あれできたじゃん、もう。もうできた。もうできたね。じゃあそれよろしくお願いしますんで、あのなんか意味ある？意味はまあないけどね。レコ発ではそれをちょっと大音量で、わかった、演奏してもらうんで。了解。もしねこれを聞いてる人で興味あったら気兼ねなく来てください。はいはい、全然普通に来て大丈夫なやつなんで。ああ、なんかないの？話はもう。話？そうだね。板垣くん、なんかいい思い出ないの？いい思い出？いい思い出。良くなくてもいいけど。いい思い出あるけど、パッと出ないね。板垣くん、思い出が詰まってるもんね、板垣くんには。なんか本当にあの、あれ、あの記憶力は本当になくなってきたよ、ね。楽曲食いすぎたらダメなんじゃないの？ダメかもね。なんか、妙画っぽいじゃん、ちょっと。ああ、アホになるというと。妙画食いすぎたら何になるんだっけ？ダメになっちゃうんだっけ？アホになるんだ。ちょっと楽曲と妙画って共通点ない？あるね、うん。薬味系っていうか。薬味仙人になってきちゃったんじゃないの？まあ、俺、妙画も大好きなんだ。多分そうだよ。みょうが食いすぎたんだよ。なんか妙だなぁと思ったんですよ。じゃあ毎回これ話がもうないなら、うん、毎回恒例のランキング形式じゃないもん。ああ、ランキングかな。そうね。何かな？何のランキングかな？今、気になるものは。今、気になる。じゃあ。悲しみと怒りだったらどっちがいい？ああ、どっちでもいいんじゃない？怒ってることランキング5つと、うん、悲しいこと5つだったらどっちがいい？ああ、怒ってること？怒ってないな。5個もない。うん。悲しいことは？悲しいことはね、悲しいこと、悲しいこと、怒ってることじゃないね。じゃああれでいいんじゃん。何？ないね。
じゃあ今日は板垣くんのランキングにしよう。板垣くんいけるランキング5つも。ランキングじゃないけど、うん、もうさっきの手の話で、うん、そういえばっていう。あ、何かあんの？考えてたんだけど、あ、まだ続きがあって、うん、俺がよくやる想像の話、うん、深いね。というのはありますけど、もし、興味深いかどうかはわかんないな。いいんじゃない、興味深くなくて。もう。ね、あのね、俺のよくやる想像で、うん、みんなが、うん、うんこしてるところをよく想像する。あー、初耳だね。そんな。よくでもないんだけど。たまに想像してるの。うん。それは、結構、なんだろうね。なんか、うんこが、似合うかどうかっていうのが、うん、俺、なんかガチ基準みたいな。あ、なんかあるんだよね。深すぎて、うん、深すぎて容易にちょっとみんなあれだよ、入ってこれない可能性あるけど。そうか。なんか深いよね、なんかね。深い。なんかね、それ男とか女とか関係なく、うん、そう、うんこしてるとこ想像するっていうんじゃなくて、うんこが似合うかどうかっていうのをちょっと考えてるっていうか、気にしてる。そうそう、気にしてるんだ。うんこが似合うってどういう状態なの？わかんないんだけど。うんこは似合った方がいいの、似合わない方がいいの？中では似合った方がいい、いけてる。似合った方がグッド。ああ、それ言ったら野口くんの二つ名といえばもう焼きぐそなんだけどね。だからいけてる。野口くんはじゃあいけてんだね。いいなって思う。よかったね、野口くん。なんかよかった、報われたじゃん。なんかフォローが入ったね、俺という人生に。人生が下手すれば人生が意味を持ったよ、今。あ、無意味だった野口くんの生涯が意味を持ったんじゃない？意味持ったんすか？意味は持ってないんじゃないの？やっぱりね、そうそう、うんこを感じさせないってことはさ、うん、やっぱり地に足がついてないよね。そう、そういう感じだったけどね。まあ、見たので、ああ、俺、もう一個やる、なんか、のは、なんか、その人の、うん、親を横に想像しておくっていう。ああ、それは、やるよ。兄弟とかね、俺よく考えるね。ああ。その人の兄弟、親も考えるよ。それやるとどうなるの？それをやると、うん。なんかね、なんだろうね。よくわかんないけど、うん。俺が落ち着く。俺が落ち着くんだよね。俺の。板垣君、危ないね、やっぱりね。かなりの危険だな。危ないな。俺がなんかいい気分になるっていうか、なんだろうな。
やっぱ正体不明じゃなくなる。そういう感じかな。そういう感じだ。この人も由来あってここにいるっていう。そう。だから、もうなんだろう、ね。それは、まあしょうがねえな、みたいな感じになる。なるほど。納得がいくっていうか。なんか、この人よくわかんないな、いや、でも。それやっぱり筑波さんの話とちょっとつながったね今ね。つながってるの？全然わかんないけど。どういう風に？だから宇宙人かどうかがわかるわけじゃん。そうなの？その人のルーツをルーやっぱりルーツたどれないというか突然ここに現れる。人物と、うん、ルーツのたどれる人物を判別していくわけだよね。で、宇宙人 UFO キャッチャーの人は板垣君の逆の性質なんだよ、うん、ルーツをしないものが好きなの。ルーツなきものに惹かれ。ああ俺意外とルーツなきものに惹かれる感じあるよ。ああ板垣くんの板垣くん危ないことを考えてるね。なんかこれ結構あの俺のうんこを置くのは結構大事にしてるよ。ああでもすっごいうんこと切り離されたような人ほど逆にうんこが想像しやすい感じしな。そうなの。そうかもしれない。うん、生き物苦手板に行けるんじゃない？板垣くん。生き物のことも。うん。ちょっと前に、うん、生き物じゃないけど、動物ってあるじゃん。うん。動物っていう感じすごいよね。感じの当て方。うん。って思ったね。動くもの。うん、動物と、まあ、食物。うん、癒し系ロボットの話をしてんの？知らないよ、何それ。いや知らないけど俺も今思いついたから言ったけど、ね、はい、最後なんか言って死にロボットみたいな。結局動物を模倣して愛らしい。動物って可愛いよ。でもうん、可愛いって思ったらダメなのかな。え、可愛いって思う分には別にいいんじゃないの。板垣君的にはダメなんじゃないの、可愛いとか。いや、いいよ。いいの。動物可愛いなって思う時あるよね。動物可愛いっていう時はあるよ。うちの猫とかかわいいよ。かわいいって思うじゃん、やっぱりね。でもペットショップのあの看板とかは怖いでしょ。怖いね。人身売買みたいなこと？なんか不気味じゃないあれ。何、うん、近づかない。あと俺が否定してんのは猫をヌコっていう答え否定はしてるよね前から。あ、そう。うん、
まあ俺も行ったことはないけど。無個霊ならいいよ。霊ならね、うん、無個霊じゃなかったんだっていう言い方ならいいけど。ちょっと限界によりおしっこしてくるよ。板垣君と俺がだけで話すと話がねマニアックになりすぎる傾向があるよね、ちょっとね。そんで真面目だからね、俺も板垣君もね。井口君はどんだけ話してもあんまり深くならない。板垣君と話すとゲームの話にどんどん行っちゃってね、ついてこれなくなるっていう傾向があるから。さっきゲームの見てたからね。何見てたの？なんか NHK でやってた、うん、ウクライナ。ああ、いや、そんなんやってたの。やってたらしいですよ。めっちゃいいじゃん。ウクライナって言ったら、あの、ストーカーもウクライナでしょ。まあ、その、ストーカーが主なんだけど。あ、ストーカーの話なんだ。あ、いや、いいもんな、あれ、やっぱり。いや、すごいな。ほんとヘビーそうだね。どこが？ウクライナが？ウクライナもそうだし、うん、その環境でさ、あんなゲームに行っちゃったっていうのも。タブーだよね、言ったらね。でもなんかもう25年も経ってるから、うん、もうあんまり誰も、そんなに気にしてないみたいな。ああ、でも日本で原爆のことで、そうだよ。さあ、やったらまずいことになるよな。私の肌源があるじゃん。肌源はだって一応道徳的な視点で描かれるでしょ。裸足の弦ゲームみたいなさ、うん、裸足の弦をゲームにしてさらに放射能による影響でさ人間がモンスター化して謎の物体みたいになってるゲームとか作ったらダメになっちゃうじゃん、多分。ダメだよね。福島とか言って、ね、福島とかいうもうちょっと絶対できないでしょ。できないっつうかやっちゃダメだと思うんだけど。ダメだよね。まあでもそれをやってるよ、ストーカーってのは、うん、でもね、倫理観ないかといえばめっちゃあるんだよね、ストーカーとか。やってみればわかるけど、真面目だよね、印象としては。すごくだって、そのあの辺の地域の人もみんなやってるわけでしょ。多分やってる人は、まあ、ゲーマーならやってるんじゃない。やってるよ、うん、なんだろうな、結構すごいえげつないんだけど真面目なんだよな。なんかそのストーカーフェスティバルみたいな YouTube で出てて、うん、変な空気だね、あれ。どんなになってんの？いや、なんかみんなでガスマスクつけて、バンドとか出てきて、そういう、ハネツだみたいな。ああ、宮古様だね。踊ったりとか。
アキラの宮子さん、大角アキラ様だよ。わかんないけど。やっぱりね。はい。原爆はゲームになるべきだと思うよ。そろそろ。いや、そうなんだよ。ねえ。だって第二次世界大戦中のシミュレーションのゲームとかさ、中東のゲームとかもうあるからね。あるよ。ゲームとして記憶を継承していかないと。それはあると思うよ。あるある。タブーにな、さすがにこれはないだろうっていうゲームっていくつかある気するね。でもね、何言いたがくん。いや、あるなあるよね、いくつかあるよね。ナチス関係ってあるかね。ナチス関係ちょいちょいあるんだよ。ヒットはしてないかもしれないけど。これない気がするな。あ、そう。ナチスだって、まあ、ゲームはあるかもしれないけど、映画にはなってるよね。なんだっけ、タランティーノ監督がなんかやってなかった、ちょっと前。ちょっと前にやってたよね、ヒットラーの。なんかやってたでしょ。ゲームあんまないと思うよ、ほんと。女性収容所ゲーム出たらちょっと。そう、そういうことだよ。そのゲームはないでしょ、さすがに。ないかな。なんか、あれ、そのナチスを意識したっぽいのはいっぱいあるけどね。そうそう、それはある。ファッションの取り入れとかはもう、至るとこにあるけどさ。またはナチス側を打倒する系のものってのはあるけどさ。ナチス側を主人公としたものってなくないですか？ないかも。それ多分タブーだ、なんだろうなって思うね。タブーか。でももうなん、やっぱいくつかあるよ、そういうのは。結構ひどいの出てるイメージがあるけど、ね、日常的なひどいのはあるね、結構。猟奇系のことなら、あのレアメタル発掘の、うん、黒人のアフリカのひどいゲームがあって。あるんだ、知らなかったよ。でレアメタル携帯電話が使ってるよね、うん、で携帯、なんかジョブ君がそう、携帯のその会社の人がどんどんビルから飛び降りるゲームみたいな。ああ、どんなゲームかわかんないけど、あった気がする。なんか強制収容所系のゲームもあった気がするんだよね。効率よくユダヤ人を殺すゲームがあるの。いや、俺の気のせいかもしれないけど。それ結構野口くんの今口にしたことめっちゃ危険。危ないよね。危険なあれな。いや、そんな理由、なんか個人制作っていうか、そうそう、インディーズ系じゃなくて、うん、インディーズ系、うん、まあそれインディーズだったらありえるけど、ただひどいゲームっていっぱいある中で、普通に考えたら戦争ゲーム自体めっちゃ危険、危ないじゃん。史実なわけだし、実際それで戦争にね、従事して死んだ人ってめっちゃいっぱいいるんだけど、それでね、主人公側がいて敵側がいてめっちゃ殺すみたいなゲームなわけでしょ。それって結構本当はすごいタブーな領域だけど、全然ある。
中でその中でもさらにタブーなジャンルってあるなって感じはするね。あとはもう本当にまあ銃で敵を倒して目的を果たすならまだしも、うん、優越系が絡んでくるとまずいよね。でそういうの多いんじゃない？いつか。そうだね。うん。恐ろしい。でもストーカーとかはね、敵をこう殺していくんだけど、恐怖感がめっちゃあるから、ゲーム自体に。うん、それが結構倫理感あるゲームだなと思うよね。と同時に、やっぱり好奇心を煽るわけじゃん。好奇心煽るけど、なんか怖いんだよ、ゲーム自体がすごい。一番前やってて、一番怖いなとか思うのは、プレイヤー側が全然恐怖感を感じないけど、死体の数は増えていく系のゲームの方が怖いね。おう、うん、無感覚殺人系、うん、になるやつの方がなんか危ない感じする。やった後にすごい 重たい気持ちになったり、すごい怖かったなとか、そういうのがあるやつはなんか教訓的なものも結構あるんだけどさ、記憶も何にも残んないけど、とりあえず倒しまくるっていうのがやっぱ結構怖いね。まあカウンターストライクとかだけど、あれが一番怖いもんだなと思う。だからメタルギアソリッドとかあるじゃん。あれもね、戦争ゲームだけど結構倫理観あると思うけどね。ストーリーに倫理観があるね。あるある。まあそれ次第かなって気もするけど、そういうゲームも。ファイナルファイトが良くないんじゃない？ファイナルファイトはあんまり良くないだろうね。俺は好きだけど、ダメになっていく感じかもしれないね。街のチンピラ殺して殺した瞬間に消えるわけでしょ。消えるとかダメだよね。だからね、殺した敵が消えちゃダメだよね。それは前から思う。前言ったか分かんないけど、ディアブロとかが偉いのはさ、ディアブロ1とかだけど、死体、最初に殺した死体最後まで消えないからね。それすごいね。それ立派だよね、やっぱりね。えらい。それはなんか哲学がある。あるよ。死体消した方が軽くなるわけでしょ、ゲーム的には。でもやっぱ残しとくって倫理観だよね。倫理観だ、それ。だから最初にドラゴンクエストのアニメ、大の大冒険じゃない方の、うん、アベルの方の、見たことないけど、あれモンスター倒すと、うん、モンスター宝石になるんだよね。すごいじゃん。倒すわ。別にモンスター嫌いじゃなくても倒すわ。モンスター宝石になるとかすごいね。すごいよ。だからそれもう一回やった方がいいんじゃないの。またモンスターとか悪いことしなくても倒すわ。
すごいよね。すごいね。絶滅危惧種ですよ。なるほど。板垣君的には最近注目のゲームあった？注目のこんなゲームの話しちゃっていいの？うん、多分ゲーム興味ない人はきつくなるだろうけど問題ないんじゃない？ねえ、たまには。まあやっぱさ、また出るゴッド・オブ・ウォーとか。ゴッド・オブ・ウォー新作出るの？うん、まあもうあれだけどね。なんかまあ、こんなもうあれ以上出ないかなって思うけど。4になるの？また別になるの？4かな。4なんだ。あと、新女神転生4とかね。あと、なんだっけ、フォーエスターかなんかっていう、うん、ハーフライフのモッドからできた、うん、なんかゲームがあって、うん、それはすごい良さそうだった。あの、会社で作ったようなやつじゃないやつってこと？そうそう。なんだっけ、こう、なんか忘れたけど。興味あるね。で、全然戦闘がなくて。ああ。島なんだよね、確か。戦闘ない FPS。そうそう。いいじゃん。いいじゃん。で、戦闘がない FPS とかいいじゃないですか。なんか、話っていうか主人公が、うん。まあ、ブツ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 と言って、なんか思い出を集めていくみたいな。うん。嫁かなんかが死んだかなんかで、うん。なんか誰かが死んだ誰かの思い出かなんかを、うん、なんか暗い島でずっと集めていくみたいな。ああ、ようやく、グラスホッパーの、初期の傾向みたいなもんが世の中に出始めたのかね。世の中まではいかない。一部のゲームの海外ゲームにこう出始めたんですか？じゃあ、予算が、うん、予算がじゃないな、その開発環境がすごい整ってきたから、うん、ちっちゃいディベロッパーみたいなのがいっぱい出てきてるみたいですね。ああ、だから、イメージとかを、そうそう。結構、ぶっ込めるみたいな、あるってことだね。対策系じゃないのが。そうなんじゃないですかね。俺もよく知らないでしょ。そうなってきた方が面白いよね、なんかね。なるほど。それはゲームならではだからね。どういうことですか、野口さん。多分その話をあのただ映画とかさ小説とかにしてもそこまで面白くないよね。あ、そうだね。うん。まあ、なんだろうね。まあ、そうね。まあちょっとその新しい分野じゃないけど、ちょっと戦闘ばっかりのに、ちょっとだけそこどうなのっていう感じで作ったんじゃないかな。あっていいよね。うん、それ。戦闘ものも、もう、だいぶ、出たでしょ、もう。出たね。だいぶやりきったかなって感じもしてるけど。もう、なんなら全部続きって言われてもわかんないぐらい似てるし、ね。うん、そうだね。うん、いや、もう出たなって感じするけどな。
めっちゃ久しぶりにドゥームやってるでしょ俺が。またやっぱり初期の FPS とかもう全然迫力あるんだよね、なんかね。すごい、うん、その FPS っていう形式みたいなもんがさ、うん、もう大体やった感は感じるけどな。うん、もう大体やったよ、うん、大体やった感あるよね。まあ それでさらに越してくるのあったら、まあそれはすごい面白いんだけど。あとインターフェース変えるぐらいしかないんじゃない。そうね、あのヘッドマウントディスプレイとか、そうなってきたらまあ変わってくるかもね。コントローラー俺結構好きなんだよね。コントローラー結構楽だよね。コントローラーいいよ、うん、キーボードとマウスよりコントローラーの方が気楽ではあるね。そうね、最近はレインボーシックスベガスとかを、まあ、やってた、うん、何それ。うん、まあ特殊部隊ものだよ、よくある。ああなるほど。まあよくできてる、面白いよ。レインボーシックスベガス、うん、まあ、前言ってたけど、なんだっけ、ブロック崩しみたいなゲームなんだっけ、マインクラフト、うん、あれすごい未だに人気みたいだね。あれそうだね、それは、うん、そこまで惹かれなかったけど俺は。まあでも人気出るのはわかるな。人気出るのはわかるけど、まあ一回やったらっていう感じはするけど、ね、ちょっと解雇感があるのはあるなってのは思うね。そうだね、ドット絵の、うん、でもすっきりしててすごい明快で面白いとは思う。西洋絵画って見る？え？めっちゃ飛ぶけど。いや、その最新の超グラフィック系のさ、ゲームって西洋絵画の焼き直しの部分はかなりあると思うんだけど、俺としてはさ、うん、空気遠近的な世界観じゃん、すごい。そうだね、うん。で、西洋絵画って見るって聞いたんだけど。あれは遺伝的形質だね。何、西洋絵画興味ない？野口くん、野口くんの絵の話をしてみようか、じゃあ真面目に。え？だから西洋人のそのある種こう、何ですか、リアル系やつ感みたいな、リアル的魅力みたいな。うん、やっぱ違うよね、お国柄だよね。野口くんって何の流れを組んでんの、そのビジュアルの感性は。野口くんの俺やっぱ東洋系でしょ。何東洋系でしょって、東洋のな、何が影響をもたらしたの、ビジュアルの心に。俺のビジュアルの心に影響を与えたのは何だったの？俺のビジュアルがもう思い出せないんだけど。なかった、そういうの。まあ、
漫画から来ての、いや、漫画から来てる。鳥山明。明さんはバネッス。鳥山明の感じはないの。え、明さんバネッス。明さんはあるよ。明さんだけじゃないね。立体感は忘れないじゃん、野口くんってさ。立体感は出していきたい心があるじゃん。そうだね。それはさ、東洋って立体感捨てるでしょ。捨てるんだよね、あいつら。それで言ったら立体感好きじゃん、野口くんなんか。俺本当はあのナポリで生まれた人だからさ、ナポリ人が日本で育ったようなもんだよね。なんで立体感をこうつけたいの？だから俺がナポリ出身だから。それが理由なの。そうやっぱりね、あの東洋人のその、あの平坦な感覚。、ね、あの平べったい顔、うん、彫りが深い。彫りが深いもんを見て育ってきた。彫りが深いもんを見て育ってきたからさ、いや心の彫りだけ深いんだけど、実際は彫りの浅いもんを見て育ってきたね。じゃあ中途半端な立体感があるってことでいいの？いやむしろね、くどい顔はね嫌悪するね。お前の顔くどいな。で、おなじみの。じゃあ、あんま西洋絵画っつー、あの、くくり広すぎるけどさ、うん、風景画とかあるじゃん、なんか。うん、広大な空間とかの、あの、うん、今ゲームで出てくるみたいな、うん、スカイリムとかに、はい、出てくるような円形が出てくるでしょ、昔から、その、外国の。オイルタブローっつうやつはさ、うん、そうだね。そういうものを見てこう心は動かない。俺はね、いいとこ、いい言葉が出たけど、俺円形が嫌い。あ、出た、深いよ結構。円形ですから、あのやりたいことは。そうなんだ。円形から近形までをこう全部写した全形ですよ、言ったら。全形ですよね。全形を捉えたい。とかくね。ゲームもそうだよ、言ったら、その、今の割とその最先端系、最先端つうグラフィックの負荷がでかい系で言うとさ、全形をこう網羅するっていう。ことじゃないかね、板垣さん。そうですね。描写を前景から円形まで全部するということ多いよね。円形も前景も全部描写しているっていうのが多いよねって。で、野口くんは何？円形が嫌いってことでしょ？円形がもう嫌い。結構深いじゃん、そして。深いっつうか気になるよね。気になるよね。なんで？だからもうやむを得ず円形を描写するなら、うん、それもピントをぼかせっていうことだよね。見るなってことだよね。うん。なんでなの？え？なんでか、そうだよね、そこだよね。そこでしょ。ね、それはこれから考えようかな。ああ、結構深いテーマだった。簡単には出ない問題だったな。そうだね。
言ったらでも板垣くんのやつなんて背景がないよね。ああ、だからそっちの方がいい。空とか描くよ。空は描いてるね。ああ、わかったわかった。わかったよ。あのね、欲張りすぎなんだよ。外国のタブロー的なものはってこと。金景の一点だけを見てればいいんだよ。ああ、結構深いね、多分。あ、TVN。そうそう、パラパラしてるんだ、あいつら。あっちもこっちも。そうなの？全部、全部処理しきれてんのかもしれないよ。そうそう、全部処理しきれてるかもしれないね。もうあの、スペック高いのかもしれないよ、その処理の。わかるわかる。それは必要ないね。そうなの？そうある必要はないよ。低スペックで。低スペ。低スペックでいい考え方。字が読めりゃいいって。いや、じゃあ、わかったよ。書き手はね、作り手と受け手の話をしようよ。じゃあ。はい。作り手は、ね、ハイスペックだから、うん、できることはやっちゃいますよ。うん。受け手にはそれはいらないかもしれない。それはあり得るね。迫力がありすぎるっていうことはあるかもね。いやー、あとね、時間の問題がある。うん。作り手がじゃあ3ヶ月かけて作った画面を受け手は瞬間で受け取るわけじゃん。うん。それが不公平だよね。もっと手軽に出させろってこと。そう。力使いたくないってこと。そう。疲れるじゃん。一理あるね。一理あっちゃまずいな。一理ないこと言いたいな。いや、結構一理あるっちゃあると思う。あの、ああいうのでも思うよ。週刊連載の漫画とか見ててもさ、あの、ナルトの、うん、ナルトとかあんま読まないけど、すんごいさらっとしてるじゃん、絵的にはさ。で、19ページぐらいで続いてるけど、毎週やってるから結構膨大な量になってってさ。でもそれを、その原作を結構人数かけてアニメ化したら、すごい結構迫力あるアニメができてさ。うん。でも原作見るとすごいあっさりしてるっていう。早いよね。うん。うん、そんだけなんだけど。うん。人数かけて肉付けをしているっていう。そうね。それが結構説得力を発揮することがあるっていうのもあるよ。そうですね。説得力。説得。わかった。説得力っていう言葉に凝縮されてるね。そうなんじゃないの？説得だよ。手をかけるほど説得力が生まれてくんじゃないの？そう。でもね、説得ってね、暑苦しいんだよ。うん、野口くんは暑苦しいんじゃないの。説得しないでほしいね。
あ、それ俺がおっさんになったからかな。今さらお前に説得されたくないかん。あ、止まったんじゃない、なんかじゃ。違うんだよ。俺の中では、そのね、説得じゃなくて、お前の感じたことだけをね、表現してほしいっていうのがあるね。ああ。その、お前が感じたことを表現するだけで、誰かを説得 しなくていいから。っていう。っていう。っていうなんだね。っていうが。板垣君はどうなんですか、その辺は。そうなんですね。まあ、説得もされたいよ。板垣君、説得されたいタイプだよね。わかんないけど。あ、すごいなって言いたい。ド迫力のものとか、割と好きなんじゃないの。あの、新技術とか。ド迫力とか、まあ好きだよ。新技術好きだね。うん。まあ確かに。確かに。いいもんだよね。いや、俺もだって、そりゃ、Xbox も、ね、綺麗な画面を見て、わあ、すごいって言うよ。買えばいいよ、だから XBOX を。まあすごいって言うけど俺は嫌いだから。今分かったことによると俺は嫌いだから。ああ、でもあれだよ、古いゲームもその当時は最新だったんだよ。ああ、そうそう、そうなんだよ。野口くんがもしかしたらもう止まっちゃったのかもしれませんよ、もしかしたら。最新だったんだけど、うん、でも最新でありつつ爪は甘かったのかもしれない。うん。どうだろうね。今のも爪甘いのかもしれないよ、もしかしたら。もうちょっと経ってみたら。爪は甘いね、今でもね。うん、甘いんだと思うよ。でもだいぶ詰まってきたよね。だいぶ詰まってきたね。詰まる前にどうにかしないと。で、方向性としてはさっきのやっぱりあれはいいね。戦い、戦闘のない FPS はね。ね、ちょっと休憩する。そうですね、何らかの音楽処置を。どういうのがいいの。え、あれでいいんじゃないの、スリップノットで。そればっかり言ってるね。じゃあ何、クラシックがいいの。違うよね。クラシックじゃないね。うるさいのがいいの。サーフミュージックがいい。寂しげなのがいいの。サーフミュージックがいい。サーフミュージックないんだよね。俺サーフミュージックがやりたいわ最近。ちょっと弾いてみてよ。いや全然弾けないんだけど、これからちょっと研究したい。じゃあそうね、こういう感じかな。微妙なのがいいかな。うん、微妙な、微妙なやつで、じゃあ、はい。はい。
green. Straight from heaven's garden like you never seen. At first glance it's like this place is on fire. But it's just time for the dew to expire. Most of the days I'm down near the sea. People say they're not seeing me. I miss them as much as they miss me. I miss them just like they miss me.
はい。はい。息してる。つながった。いかがくん、いる。ああ、うん。何してたの？ああ、絵描いてたよね。絵描いてた。えらい。2時間経ってたよ。あれ何気がついたら What? 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 そろそろだね。今年は動ける体を作ろう。板垣君から何か報告はないの？報告なかった。気がするんだけどね。あるんだよ本当は。あるか。そうだよ、世界の重大板垣ニュースが。ねえ、結局野口君にの5つのあれは何もやんなかったね。いいんじゃないの。今回なかったね。今回なし。まああれだね、じゃあレコードを聴いてくださいってことだね。レコードだからね、記録だ、うん、まあでもあれも CD、CDR もついてることだし、うん、ディスクユニオンあたりをチェックしたらもうちょっとしたら出るんじゃない。はあ。何はあって。全国の DU でまあ買えるんじゃない多分。はあ、買ってね、みんな。みんなっつうほどあれですが。でもまあ聞いてくれる人は聞いてもらえたらいいよね。なるほど。結構頑張ったよね板垣さん。どうですか。はい、やったもんだよね。じわじわもう4年かけて1作品作ってるから今回。X ジャパンみたいだね。でも本当なんだよそれは。じわじわ作ってたからね。よしきみたいじゃん。うん。伊藤君もドラムをいっぱい叩いたんだよその間。あれね。何回も。俺も何回もギター弾いてやったんですよ。はあ。って何。うまくなっちゃうよね。で多分8月末か9月ぐらいにそのイベントをやるかな。イベントっていうのもよくわかんないけど、ゆるい集まりをやるんで、気軽に来てもらえたらなって感じだよね。それは大したもんですな。そして野口くんは国歌をプレイして出落ち。何人かそういう感じの人をそういう演奏をしてもらおうかなと思ってるけど。そういう感じです。ああ。さようか。
いや、そういう感じで。はいはい。はい。もうないよね。はい、うん。早くラブプラス発売なんねえかな。何？もう飽きちゃうよね、ラブプラス。次のが欲しいってこと？うん。でもいらないかもしれない。いらないいらない。もうだいぶ飽きてきた。いらないいらない。もう2ヶ月やってるから。じゃあ。ケーズ電機に行こう。行こう。野口くんの店を訪ねよう。ケーズ電機を。ちょっとケーズ電機割れしないでね。それじゃあ、じゃあ次回ってことで、はい。職場割れしないでよ、これ。じゃあすいませんがお疲れ様です。あ